ペルセウスです。岩見沢市で戸建て住宅を賃貸に出してるんだけど、なぜか2階の部屋側ドアノブがなくなっちゃってて監禁されそうだったんだ。せっかくなので DIY で直してみたよ。まずはドライバーで木ネジを外し、ブラケットを取っちゃうよ。プラスドライバーで2箇所ね。ついでに表側の握り玉とブラケットも外しちゃいます。あ、今回は川口技研さんのホームシリーズを使わせていただきました。次にラッチボルトを交換するよ。同じくプラスドライバーで2箇所外します。綺麗に抜けました。全部外したらこんな感じになるよ。あとは取り付けるだけ。同じブランドだからポン付け OK。 すごい、こんな綺麗になるんだね。サビも取れていい感じ。せっかくなのでドア枠側の金具もセットになってたので買いました。金具の名前はストライク。かっこいいね。これで完成。10分ぐらいで交換できたよ。今回はコメリで2000円ぐらいのセットを買いました。ドアの締まりも良くなって取り替えて本当に良かったです。今回は同じブランドだったので簡単に変えれたけど、ドアの厚みとドアの端から握り玉中心部までのサイズを測ってから合うサイズのを買ってね。よく間違えるのはドアのノッチボルトの向き。気をつけて取り付けてね。これのことだよ。これを逆にするとドアを閉めるのに必ずノブを回さなきゃいけなくなっちゃうからね。さっきのストライクも裏表略にしがちだから気をつけてね。北海道岩見沢市4条東17丁目超広めの賃貸住宅、家賃45,000円、入居者募集中です。城西病院やコメリ、コンビニ、スーパーも徒歩圏。